はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 え先日ですね「カウントダウン t v 30周年スペシャルの時の、えー、スノーマンの、えー、映像を見させていただきましておよおよおよよんかもしかしたら結構名前が出てくるようになってるかもしれないという私がね9人のお名前が。 ちょっといろんな楽曲を改めて聴いてみようかなということで「タペストリー」と「ダブル」っていうね両 A 名シングルのミュージックビデオを見させていただきましてでそこからですねスノーマンのねことを私全然詳しく知りません特に歌に関してはねなのでファンの皆さんにねぜひこういうのを聴いてみたらどうだろうっていうのを教えていただけたら嬉しいですというふうにこうお話をさせていただいたところ本当にたくさんの方にコメントをいただきまして皆さん本当にありがとうございました、えー、その中でね全部読ませていただいておりますけれども これを見てくださいと言ってくれている方が非常に多かったのが今回タイトルにもなっておりますけれども「Everything is Everything」というね TH は本当は噛まないといけない Everything ですよという楽曲が YouTube の公式でレコーディングムービーがありますのでぜひということで私ねレコーディングムービー好物なんですよ大好きなんですよねやっぱりこうねライブでパフォーマンスしているのとまたちょっと違って なんかこうレコーディングっていうのはどっちかっていうとこうね地味な作業なんですけど何回も何回もこう歌を入れてねえいいものを作っていく作業なんですけどそこにやっぱりその方の歌い方であったりとか歌声がものすごくこうしっかり出るんじゃないかなということでもう随分前ですけどジャニーズの皆さんがねえ皆さん自粛してくださいという時期の時に「スマイルという楽曲をね その当時所属していた皆さんが順番にこう歌っていくそれレコーディング動画ね70何名いらっしゃったと思うんですけどそれ全部解説したことあるんですよ私実ははいすごいそれが面白くってね皆さんの歌声の良さをしっかり知れたので今回は皆さんに教えていただいたこのね SnowMan の Everything is Everything のレックムービーという公式に上がってる動画を今から見るんですけど私びっくりしましたこれ2年前にアップされた動画なんですけどこれね再生数がですよ 2466万5252回と私が今見てる時すごい再生 <laughs> すごいですね改めましてスノーマン人気が私が偉そうに言うことでもないですけどもでは早速いってみましょうはいえこれ概要欄も一応あるかなありましたエブリィスイング・エブリスイング・レック・ムービースノーマンデビュー後初のバラードっていうふうに書いてますねそれでは行ってみます えー、3分46秒の動画再生ポン歌割りの紙が今映ってレコーディング用のこうねヘッドホンと音響調節さあそれぞれが白黒で3人ずつ分かれて強かりを重ねた日々が目黒くん苦しめてる今日い響き岩本くんだった目黒くんじゃないま痺させてほしいばっかみたいだろういいね さあ渡辺君自分勝手な僕のことこの辺がグッと動いて日に来るように舘<ダ>様突然に降り出した雨雪色っぽいねさあラウル君君は僕のそばで渡辺君、so、is 髪の毛はこうちょっとこれねヘッドフォンで上がって「With you」を舘様ここで Everything is everything with you 香りいとしいいね。ラウルくん、そ、so, う、エヴィエッジボイス。エヴィシーウィズいいい、ね、ネ。バイラー、色っぽい入り。バイラー。さあ、佐久間くん。音を立て広がる日々がまとわりつく今日。

There is you with you 明日もえめぐる君いいね声の響き君のあべ君声が聞きたい出スラらうまい向井君 So everything is everything with you、うん、My love 渡辺翔太君ダメ 僕らの田んもう一度だけソー,リー甘い声してるで、深田君。触れたいよー。目黒君。w e might f in m e chase. ラブ君。Everything, everything. ちょっと私、英語適当ですみません。Yeah.Solves! わぁ、今度。6人の、9人の映像。え 上で渡辺くんから Everything is everything with you with you 君の香りわあ翔太君ああ So everything is everything with you マラ上翔太くんあああああうおーいいロングトーンあれーわーみんないい表情だ ダテ様いいですね最後。ブーンうわ最後のベース音すごいブーン。じっくりと聞かせていただきました。Everything is everything。あのー、やっぱりレコーディングの映像いいですね。私が今見ててね。 すぐに「あこれを皆さんにご紹介したいというかいい出方してますよ」というふうに言いたいなと思うのは渡辺翔太君ですねやっぱりあの歌ってる時にこのねこの辺りでクッククッとこうね口角を上げて音程をねきっと細かく当てにいってると思うんですけどあれはねまあまあ人の声っていうのは「あ」って出してても空気がだんだんもちろん出していくとなくなってきますから音がどうしてもこうね 下がってくるおそれをこうお辞儀しないように降りてこないようにここで「あ」ってこうキープするときに口角といいうのがすごい大事なんですよねで翔太君がああやって歌うようにこうやって動かしているということはものすごい細かい音程、まあ、ピッチというふうに言ったりしますけどがしっかり頭の中に入っててそれをキープしなければという繊細なあの音のキープしたい 動きがあの顔の顔表情だと思うんですよね。だからやっぱりあそこから翔太君のこう音感の良さというのとしっかりそこにキープするための自分のこう体の使い方がよ,よく分かっているという、ね、知っているという感じがしてちょっと職人な感じありますね。で、高い音の後半のふわーっと伸ばしている時はもうあの高さまでいけばここを動かさずにもうその音のキープだからずーっとこのままねいるような形でいるという。はい ちょっと伝わってよく分かんないですけど私は見ててなるほどって音をこの辺でこう操作してるんですねっていうのがすごく私は分かったような気がしましたそして冒頭ねもう岩本くんファンが聞いたらズコってなったと思いますけど目黒くんって私言っちゃいましたけど違います岩本くんでございましたそして冒頭の岩本くんの声のね抜けの良さ通りの良さいや やっぱりこれあれでタブルの時でしたっけタペストリーの時でしたっけ岩本君の声のすごい響きがいいんじゃないかというお話をしたと思うんですけど改めてこれ2年前の映像ですもんねこの時でももうすでにやっぱり声の抜け方というか人の声って出ていく時にねもちろん音の強さとか音量ってあるんですけど声がねどこに届くように出てるか声の距離というんですかね声が到達する距離例えばですけど目の前にいるね おお友達にお話しする時とじゃあ2 0ル3 0ル離れた人のお話しする時ってやっぱり声の出方が「こんにちは」っていうのと「おーい」っていうので変わってくると思うんですよね。でその遠くに声が飛び飛び飛び,飛びじゃない声が遠くに飛べば飛ぶほど声の勢いがやっぱこの辺では近いところでは遠,遠くに行く時にバーンと勢いがいいはずですよね。目の前の前人に出す声は といきますけど、遠くの人に行く時は遠くの人が聞いてたらね柔らかくくると思うんですけど近くにいたらスパーンって分かりますか水鉄砲とかででもいいですね。水少なくなってきたら頑張ってもひょろっとしか行かないですけどキュッていっぱい入ってて強く出すとこの辺の時の声の勢いはビャッと行きますよね伝わせたら嬉しいんですけどそういうように岩本くんの声っていうのは基本的にちょっとね遠くに向かって音が出ているので。 あえてレコーニングマイクが拾ってろうとはすごくこう抜けがいいというふうに言いますよね。だから聞いてるとすごいきこ聞こえがいいとか気持ちがいいです。うん。でこれはまあバラード系なんでね、それでもこう抑えて歌われている部分あると思うんですけど、すごい心地いい歌声だなっていうのが岩本君の声の印象。そしてねちょっとね今回はね私が聞いてて一番発見だったのは深澤君の声が すごく温かくてそして優しいそして柔らかい特にこういうバラード系の楽曲の中音域っていうのかな真ん中辺の音域出してる時がより生きるんじゃないかな笠原くんの声がすごく心地よかったですねこれはお見事、はい、そしてラウルくんのねやっぱり言葉のね乗っかり方乗っけ方っていうのかなえー、えーえー、みたいなね エッジボイスと言いますけどこれ、ね、ちょっと喉に引っ掛けたようなわざと、ねえー、かすれた音を入れてくるみたいなのとか我々はやっぱテクニックですねラウルくんのねうん。で今聞いた中であと目黒くんがねやっぱ声のなんかこう山本くんの声の抜けという言い方をしましたけどそれと同じような感じなんだけどももうちょっと目黒くんの声というのはこう柔らかい声で丸くこうなんだろうね えー、包み込んだ丸い響きの声が今音くんほど強く前にポンと出てこないですけどいい,いい具合ないい具合なってすごい曖昧ですけどいい調子の、えー、空気の圧で出てくるのですごく柔らかい目黒くんの声もこうバラード系にきっとね合うと思いますねすごいはまりのいい声してたと思いますで、えー、今ね言ってないメンバーもねいらっしゃると思うんですけど、まあ、佐久間くんとか。 い、えー、いると思いますけど阿部君とかね向井君とかはあの今レコーディングの音源聞いててこうさっきのね岩本君とか、えー、深澤君みたいにウォッとこうずば抜けて今ね発見というのが別になかったので別にそのうまくなかったとかそういうことじゃなくてね今聞いた中では今日は翔太君のこの辺のこう、ね、音の響かせ方とそれから岩本君の声の通りの良さそして目黒君の,、えー、この響きというかねこの 鳴り方が素晴らしい優しい歌い回しもそうラウル君の発音もそうちょっと順番ぐじゃぐじゃになってますけどそして深澤君のこの中音甘いバラード歌った時のこの声の優しさ響きはなかなかいいですよこれは。うーんさらに面白くなってきました。はい皆さん推しのね 方のことを言っってなかったら本当に申し訳ないんですけど今回聞いた印象をそのまま、えー、お伝えさせていただいたという形でこんな風にですね皆さんに書いていただいたやつをいっぱい見させていただきながら SnowMan のことも勉強していこうと思っておりますので、えー、まだまだ皆さんねコメント等でね見ていただいた方この楽曲のこういう部分もいいですよというのをぜひありましたら教えていただけたらと思いますということで今回は皆さんのねコメントを読ませていただいた上で「Everything is Everything」という SnowMan、えー、の2年前の楽曲を 曲ですけれどもレコーディングムービーを見ながら思うままにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。